はようございます。釣り子 TV です。これ富士工業株式会社ということで、あの釣りフェスティバルでね、あんな感じでね動画とか撮影していたらね、お土産にですね富士工業さんからこれちょっとね持って行ってくださいよっていうことでね、ノベルティグッズをいただきましたっていうことでね、早速ねどんなものが入ってるのかね開けていきたいと思います。はい、おこれすごい、あこれ青木さんに説明してもらったラインスレッダーとか入ってる、まあでステッカー渋いね、このねあのかっこいい富士のステッカーとかも入っていて、ちょっとね早速開けていきたいと思います。でね、ちょっとハサミが手元にないんで、この和包丁で、ね、これねあの魚さばいてるやつだけど、これで開けていきたいと思いますが、あーすごいぞこれ、結構なんだ切れ味抜群のですね和包丁で開けていきますよ。おおちょっと、はいはい、あちょっと、すごい、これはいろいろ入っていますが、パッと見てわかるところからご紹介していきますが、まずはこれフックキーパー、新色かな、これ結構ね使ってるんですよ。フックキーパーといえばね、あのジーニアスプロジェクトの BHK ね、ベイトフックキーパーとかね、 SHK スピニング用のフックキーパーありますけども、実はね結構自分が使うのはこのね富士のね、よくあの釣り具屋さんで並んでるこのフックキーパーね使うんですよね。まあまあまあベイトの方はねもうだいたいグラビアスとかねつけれるリールにはですね、BHK 使ってるんですけども、スピニングのバットエンドとかにねつけておいて、でこのダウンショットシンカーとかをねさっとねつけるっていうと、昔から使い慣れているですねこのフックキーパーね、これ未だに使っているので、これはねまあよく使う竿にちょっと設置しちゃおうかなってね、本当ね、便利なんですよねこれ。まあこれが新色から入っていたのと、あとはですね、あーすげえこれ、うおーリグスベル入ってるじゃないですか。これちょっとね紹介してもらって、あライトキャロで使おうとか思ってね、釣り具屋さんでちょっと買おうと思っていたんですけども、まずはこの中に入って出ましたね、これどうだろう、ちょっと開けてみますね。これね、あの畑さんの動画とかいろいろ見てねちょっと欲しいなと思ってたんだけど、おサイズ違いでこれコンプリートしてるんじゃないんですか、やったぜリグスベルゲットだぜっていうことで、おいろんなタイプの入ってるから、これはねちょっとね早速あの実況動画の方でね、これから特にあの春先のスプリットショットリグが効くシーズン、亀山ダムとかでフラットエリアをねあのダウンショットではなくて横の引っ張る釣りがやたら当たりが出るなんていう時にね使うんで、まあ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 ちょっとねこれいろいろアイデア次第でいろんな使い方できると思うので、せっかくねこの入っていたのでいろいろと使ってみたいと思います。そしてあこれね案外手に入らないんじゃないかな、なんだろうこう富士のですね、ステッカーセットコンプリートしてんじゃないかなこれ、いやーすげえ、おーおーおーおおトルサイト、すげえ、なか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 ね、あのボックスとかねこうチューンアップしてきますよね、シールでね自分のお気に入りのやつで、これかっこいいな富士、これペッてね、貼ろう、ちょっとこれは貼ろうね、ステッカーセットが入っていて、ね、これも大切に使います。そして
え、ラインクリーニングパッドっていうのが入ってますね。調光後の巻き上げでラインのクリーニングっていうことで、 S サイズ2本入り、パストラウト、ライトソルト、ジギングなど、投げ、シュワジギ、深海釣りなど、最後の回収時にラインの付着物を除去することが可能。ウェットティッシュ等で、ブランクトラインを挟み、この LCPM でロックするラインを巻き取り、汚れを除去するということで、こんなのがあるんだ。見てみます。あーそっか、ここにティッシュとかを挟むわけですね。ちょっと待ってくださいね。こんな感じで、で、まあ、ティッシュを挟んで、ね、ロックして、で巻くと、あー今ねP ライン見えづらいかもしれないですけど、これねシュ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 ってね、こうね、ここのところでですね、今ラインがお掃除されて、そしてスプールに収まっていくっていう、こういうグッズなんですね。ここに例えば、PE にシュとか、含ませておけば、コーティングもできちゃうんじゃないかなね。あとは、ヨリ糸って結構ね、ほんと細かい汚れとか、結構まあこれなんかも結構ずっと使ってますけどね、シーバス、PE でね、もうずっとね色も落ちてきちゃって分かりづらいと思うんですけども、よく見るとね結構汚れてるんですよね。まあそんな時にこうやってね、シュ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 っとね、こうお掃除しながら、あ、最後負けるよっていうね、調光の最後のね、一等になんて書いてありますけども、家でライン巻く時に、そうだな、P にシュとかね含ませながら巻きたい時なんかも結構便利に使えるんじゃないかな。ほんとシンプルイズベストですね。そんなゴテゴテしてなくてですね、でプラスチック素材だから多分ロッドとかも傷つけないんじゃないかなっていうことで、あ、こういうね、便利グッズが、入っておりました。そしてこれだ、これね、気になってたやつ、ラインスレッダーっていうことで、ちょっと開けてみますね。まあフリダシーザーのガイド通しとか、ベイトリールのリング通しとか、昇降系のガイド通しにって書いてありますけども、これ、あ、すごい、こういうケースに入ってる。お、2本入ってる。これシンプルなね糸通しだけど、青木プロ曰く、これ、虫チューン、ね、毛生やすときにね、すんごいドンズバで便利だよ、なんて言ってたんで、早速ちょっとじゃあ一個やってみますかね。はい。こんな感じでね、これ完成品ですけども、デプスのね、カバースキャットをアピール力、あと沈下スピードを遅くするのを目的としてね、こう毛をこんだけ生やしてこんな気持ち悪いことになってますけど、まあこういうことをやるのに便利っていうことで、ちょっとね、毛を用意してみましたよ。で、まあ例えば、去年のね、夏大活躍したね、これリバースクローなんだけど、なんだろう、ピラピラが取れちゃったね、やつ。ね。こういうのを持ってきていましたが、例えばこういうのに、どっちから行けばいいかな、こういう感じかな。あ、すごいね、硬いから刺しやすいな。で、毛をセットして、えい、おー、あー、はいはいはい、今ね、すごいね、刺しやすかったのと、なんかね、ほんとね、すごい張りのある感じなんで、青木さんが言ってたように、これほんと刺しやすいな。で、端っこに、
ね、刺しやすいんですよね。で、硬いからその自分のやりたいところにね、すごいね、さっと刺せる感じ。はい、こんな感じでね、まあ、今日ね、このムシチューンの動画っていうわけじゃないんで、これぐらいにしときますけど、結構ね、快適にね、させるから、こういうね、ほんと、ややこしいね、チューニングなんかも、やりやすいっていうことで、本来は、レベルワインダーに、こう、便利に細い糸を通したりとか、あとは、最近ね、マイクロガイドコンセプトとかね、全盛の時なんで、あれね、ほんと、糸通すの、大変じゃないですか。で、そんな時も、これに糸ピッてつけて、ヒュー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 って、こうね、シンプルに簡単にできるよっていうね、こういうことで、これも嬉しいな。こんな感じのね、やつが2本入っていて、あ、ちょっとこれ一回解いてもらって、で、まあなくしちゃいがちなんで、こうなくしづらいね、こういうケースがある。これボックスに1個入れとくとね、何かと何かと便利そうだなっていうことで、あとは、シールね、あ、これちょっと透明っぽくて、これまたいろんなとこに貼れそうだね。このいいですね、なんかこのシールもかっちょいいな、まあ、どっか貼ろうってことで、で、こんな感じで頑張っていくよっていうようなね、チラシが1枚入っていて、リグスベルとかラスト1等でラインクリーニングの LCPM、 ラインクリーニングパッドの、略で LCPM やったみたいなね、のがね、標準語になってくるのかなっていうところで、あとラインスレッダー、老眼の方、夜ずりをする方、昇光系ガイドを使う方っていうことで、スルスルとガイドの糸通しっていうことで、バサー的にはあとムシチューンにはぜひっていうことみたいですね。はい、で、あ、フックキーパー新色登場ということで、スペクトラムブロンズ、スペクトラムブルー、オールゴールド、オールシルバーね、新色4色登場だよってことで、で、ハッシュタグをつけて SNS に投稿しようと、ハッシュタグリグスベルト、LCPM のラインスレッダー、ハッシュタグ EHKM と、EHKM と、これのことですかね。っていう感じで書いてあって、2020、富士。ニュープロダクツね、揃い踏みっていうことでね、まあ自分の方では主に、まあここら辺は普段からロッドについてるんで、ね、実況動画で、あ、パチって使ってんなって見るかもしれないんですけども、まあこのラインお掃除セットとかで、何よりもね、このね、リグスベルね、せっかくね、数もね結構あるので、いろいろなタイミングでね、ちょっとね、いろんなリグで試してみますよっていうわけで、こんな感じで盛りだくさんね、めちゃくちゃいろいろ入っていてっていうことで、まあね、動画なんかでね、富士工業のブースですよなんてね、取材もさせていただいたりして、最後にはこんなね、お土産ももらっちゃったりして、あ、恐縮ですっていう感じですけども、せっかくね、お預かりしたからには、まあいろいろなね、シーンでね、これの、便利なところとか、あとはこんなリグで釣れたぜ、暴走リザーバーでとかね、そんな動画作ってお返しできればなと思います。というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、ね、富士工業もガイドといえば、まあ、ほとんどのね、リールシートからね、富士工業だと思いますけど、ほとんどね、全員の人が絶対何かしら使ってるとは思いますが、そこのですね、2020年のニュー、プロダクツ、アソートセットみたいな感じでね、お土産もらったよ、便利そうで、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。